皆さんこんにちは、水谷さくらです。6月26日の放送ではギャル社長の藤田志保さんをお呼びしました。もう入ってきた時にあ、ギャルだって思ったんですけれども、すごい顔がちっちゃくて、もう可愛いししっかりしてて本当に尊敬しました。エコとかギャル、ブログについて熱く熱く語っていただきました。